で、まあ、前回カップ戦もね、なんとか、まあ、イップスイッチ開いたんで、まあ、あれなんですけど、まあ、勝ってね、コバを進めることができて、パリナ補強して、もういよいよね、移籍期間というか、大きなね、補強はもう前回でね、終わったかなというところで、今日もやっていこうかなと思います。はい。前回振り返しとしてはそれくらいかな。パリーニャ補強して、まあ、新しいメンバーで試合こなしたってだけだからな。ざっくり言うと。うん。で、やっぱ前回というか最近気づいたんだけど、やっぱ適正ポジションでプレイさせる方が、やっぱパフォーマンス上がるのかなということで、今日はね、そこをちょっと意識してやっていければなと、思います。今回に関してはね、とりあえずプレミアリーグ、ウェスタム戦。あとは、まあ、移籍期間が閉まるということで、あらかじめね、目標にあったところで、どうだっけな、これか、若手選手1名と契約する。うん。個人的にはね、もうそもそもサリバも若手やんって思ったんやけど、なんか、それは若手選手扱いじゃないらしいから、まあ、とりあえず、20歳以下の選手でもね、1名取ろうかなと思います。で、それでカウントされないんだったら、ユースじゃないとダメなんだなということで、まあまあ、20歳以下取れば多分いけるのかな。うん。そんな感じで、ね、やっていければなと思います。ちょっともう起用を選択しました。左行った時の祖母が全然輝いてなかったから。裏を狙そうったのそうでしそうょうそうか。そうそう、ここロはナウドいいチャンスよ。です。なあ、何してんの。ジョアン・マリオに渡った。ロナウドも実は得点力はあってね。パオケフタ、オフオフ。オフじゃない？オ中フのだ選手にろ合わせてきた。う。こオフのじゃボなールかったはか、普キー通パーにキャッチさに。れました。ここで前半終了バでグってるす。バグってる。あ、バグってるぞ。バグってるぞ、あいつ。あいつバグってるぞ。そういうありきたりな、初歩的な考えショートコーナーで方すね。しか浮かボッばなクいス か。内危ないへ行きよ。ます。こナイこスナはイしっス。かりクリアされましそた。ぼいいね。ひち一ゃん。旦プレーを止めました。なんで？倒れている選手は大ない丈夫ないでないしな、ょう大丈夫、か。ない、どこどこ、どこで怪我した？なあ。どのタイミング？どのタイミングで怪我した？ああ、ダメだ。今季絶望？これ結構でかそうだな。これで？ これで？いやまあ、ごめんごめん、ごめんね。これでっていうのは良くないけど、これで？非常に潜在能力が高い選手ですダが、メよ。あ、そ大れをどれだけ丈引き出せるかが夫か？クロ危ないスバーな。に当たった。危ないよ。危ないね。かなりナイゴールス。に迫られましたが、これで危ラン険ラン、はランしろ、回ロ避しナウド、ました。ロナウド、ランしろよ、ロナウド。シュートが枠に嫌われましたお前がね。ランしなくて何のためのしフォかワードしラン今のなん？ような攻撃を続けれああ。ば勝ち越しも見えてだからくるそうでなんしだよ。フォょワードランにしても別にフォワードランしないんだよな。そう。スこコアそをこ記いい録順しにいたのるはからハこヴェそ、ルここでス。リスドクリ置いブたルかで危相ない手をよ。押してからの見事なゴールに、サポーセターカンからドボール、もセカン大ドきボなール。拍手が上がりました。現ナイ在スナイスコス。アは2大対事に2。大時事に大間は事に行こう。70分を過ぎ大た事にところでね。す。報告ありがとうございます。大係事量に行の同こうっ行をお伝えして。ました。無でボールがす。足につきません。あいつ癖悪いわ、マジで。あいつ癖が悪い。めっちゃドリブルしよう。だからさ、パリーニャそこじゃない。でき、そこ、ま、そこもできんの？ ああ、逆にできないんだ。パリーニャセンターバックできんの？これいい補強したな。です。はい、2ゴール目が大丈夫マンチェスか？ターシティに生まれました。現在ス大コ丈夫か、おア前はら。2対2。危ないっ絶て。好のチャンス。危ないな。これはファインセーさあ、ありブ。がとここで長う。いホイッスル。この試合はスコアレスドローという結果に終わりました。お！ベリンガム行ってるやん。おい。ベリンガムチェルシーに行かれてるやん。ふざけんなよ。俺がリバプールでやってる時に、密かに取ったベリンガム。お、ベリンガム行ってるやん、チェルシーに。やりやがったな、チェルシー。一旦この形見てみよう。まあ、ネベスと、パリーニャボランチ2枚置いといて、まあ、そんな申し分ないというか、しっかり守備もできつつ、もうエルマス、祖母、もうロナウド、グリーズマンの、もうこの力、この力に頼るっていう。割と理にかなったフォーメーションかもな。ちょ、ヌネス使えないのがあれだけど、割と理にかなってるかも。意外と。前を向いてアタッキングいいサね。ードあ、にボール前を人数い運るびまね。す。ナイス。おっとゴールあ、だ。パリーニャじゃな、あれ。試合開始早々ナイスのナイス。先制点でこれす。攻めの意識いいな。お前攻めの意識いいな。近ー。いつも以上に近い。お前に求めいいてたプこレーとじでゃもないありすわ。ごいスピードのシュートですね。これを止めるのではもやっ難ぱ前しいにで結し構ょう。人いたな。このフォーメーション。まあ、たまたまだろうけどな。
まあ、たまたまなんですけど、多分。結構でもこのシーンは前に、結構前に人がいて、よかったな。バリナイス、バリニャ。トニー引退が惜しまれます。いいね。繋いでいこう、繋いでいこう。焦らんせん。コリンズめっちゃ行くね。おお、いいね。いい動きするな、セメド。いいね。打ち合い打ち合い。ナイス。そこパスするんだな。セメドそこパスするんだ。じゃあ、これも知らないな。知らないな。ごめんな、グリーズマン。もう、あれとあれしか知らない。俺、あれとあれしか。いろいろやってる。てんこ盛りじゃん、グリーズマン。フォートナイトのあれと、リプレイが出ます。電話のやつしか知らないんだよ。味方の位置をよく見ていました。そして、このシュートです。いいね、ネベスの安心感もいいね。ネベスいいね。中いる、グリーズマン。はい、よっと。ロナウドどこ行った？じゃあロナウドどこ行った？ロナウド。ロナウドもそこ行ってほしいんよ。いいね。ああ、グリズマン。ああ、いいね。いい写真。全員ウルブスじゃないけど。リプレイを見てみましょう。もうネベスもいなくなっちゃったからな。この突破から始まりました。素晴らしいメンバー。この距離なら外さないでしょう。いいパスだ。来ちゃいよ。ああ、惜しいな。コースを読んでいた。みんなグリーズマンにボール集めてるな。大事に。クリスティアーノ・ロナウドへ。うまいね。うまいのか。相手パスしたような形になりました。めちゃくちゃいいパスいってるやん。敵に。サポートの選手がいます。グリーズマンへ。うまいよ。ロナウドも決めちゃって。決めちゃって。やん。ナイス。一瞬危ないなと思ったけど。一体誰がこの状況を想像したでしょうか。そう、来たね。いいね。本当はパリニャとあれなんだけどな、ネベスのボランチがどうなのかを見たいんだけどな。まあ結果的にもロナウド、グリーズマン、ツートップ、これが見たかったんだよ。キーパーがっくり来ています。まあそうでしょう。このレベルだろうな。少し判断を誤ったようです。正直相手のレベルだな。ちょっとやっぱビッグシックス相手にこのフォーメーションでいきたいな。一回ビッグシックス相手やりたいな。このフォーメーション、まあまあいいも見れたわ。パリニャもデビュー戦でいい活躍したな。ナイスナイス。戦術がピタリとハマって監督も満足しているんじゃないでしょうか。ナイスナイス。いや、おっしゃる通りやわ。福西さんのおっしゃる通り。まだまだ諦めちゃダメだ。クリスタルパースまでやろう。思ったより時間だったないから、やっぱこのフォーメーションでもう一回クリスタルパースだったら、もう一回ね、ノリッチよりは一段階上がるから。まあレスターだから、結局プレミアだからあれなんだけど。あいよー、オフサイドじゃない、大丈夫、オフじゃない。そう、グリーズマンとロナウド熱っ。いいね、やっぱツートップ、これが見たかったんや。ツートップはこれが見たかった。ちょ、わさすがに出てこない。何してんの、イチャイチャすんな。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。あ、今グリーズマンまずいぞ。ちょ待て、今グリーズマンが、グリーズマンタックル負けで行くなよ。グリーズマンタックル負けで行ってるやん、グリーズマンが。ちょっと最後のチャンス。ウルブスもそうだけど、危ないよ。シュート。ああ、さあ、セーブした。ああ、しかしボールがさあ、ひとまず危険なエリアからクリア。危ねえ。得点に危ねえな、あいつ。おかしくなかったですね。大事に行こう、大事に。俺らが持つ時間増やせ。時間稼げ。なでしこジャパンみたいな。なでしこジャパン。ここぞというところ。なでしこジャパンは先鋒でしょ。なでしこジャパン。アバヤという場面でした。パスで時間稼ごう。アディショナルタイムが2分過ぎました、ね。なでしこジャパン。まあ、なでしこジャパンは理由があるんだけど。別に。じゃあ危ない。まあ、スカスカやって。決まるか。危ねえ。試合終了。なんかスカスカだな。何してんの。解消というわけに。まあ、とりあえず、今回まとめとしては、まあ、前回ね、ちょっとフォーメーションとか、ちゃんと合わせようということで、適性を合わせた中でね、試合してね、まあ、負けてはないんだけど、まあ、相手も相手だから、
で負けてはないんだけど、なんかもっとなっていうところではあるっていう状況でね。で、この2月10日のね、ノリチシティか。戦で新しいフォーメーションの形、見つけたんで、ちょっとリバプール相手にもね、それ行きましょう。リバプールか次。いいね。まあ順位は3位ということで、まだまだ優勝狙える位置かなと。3位か。3位か。3位すごいな。異質やもんな。でもウルブス負けてないわ。いいエンブレムしてる。負けてない。一応代表監督もやってるんでね。リーグ戦と、あと、ポルトガル代表と、で、あと、これか、アウェイカップのやつか。が、まだカラバオ5回戦かな。カラバオだか FA だか。なんで、いけるとこまで行きましょう。はい。俺たちはね、あくまで挑戦者なんで、いけるとこまで行きましょう。はい。新しいフォーメーション分かったからね、いいかなと思います。次回これで、またリバプールと戦いましょう。はい。お疲れ様でした。